はい、皆さんこんにちは、ワナルグルグジです。では今回はですね、ポケット戦国やっていきましょうということで、まあ、早速合戦が始まってますが、秀吉と、まあ、信雄家康、連合軍が再び相まみえるというところになっています。で、味方の方もね、それなりに兵力は揃ってますので、まあ、しっかりこの戦い勝ちにかかりましょう。で、岩村城と加納城が包囲されたと。まあ、やっぱり美濃近辺は苦しいよね。岩村城。加納城が、ここが、さて、ここどうするかな。つねちゃんが、兵を出してくれればなんとかなるけど、そうじゃない限りは結構苦しいかな。か、一旦、秀長軍、1万。これを戻そう、彼女に。彼女は持ちこたえられるでしょう、それまでの間だったら。んで、青木軍の方1万。これが、今から、信雄を攻めるというところですね。で、秀吉は、今どこまで進んでるかというと、岐阜城に在城中だね。じゃあ、岐阜にいる、秀吉。そうだな、岐阜にいる秀吉出すべきだったんじゃないか？まあいいか。岐阜にいる秀吉。1万。これを、岩村城の救援に向かわせる。それでいいかな。その前に、じゃあ、明智城を粉砕していきます。間に合うかな？岩村城はちょっと間に合わないかもしれないね。さあ、まずは、加納城の救援ですね。信雄をここで、完膚なきまでに、粉砕しておきたいけど、味方の陣形、まあ、いつもの格欲の陣で行きましょう。秀長でしょ？あとは鉄砲隊。鉄砲が1か。1だね。鉄砲が長政の1だけ。となると、その鉄砲隊の両脇に、足軽を並べて、騎馬は幸い清正。長政。浅野長政もですね。を両翼に並べ、侍部隊を中央、最端に並べます。じゃあこれでいこう。んで、敵の布陣は前田玄尹。まあこれは問題にならないよね。前田玄尹はね、戦闘向きの武将ではないので。森長吉がちょっと危険かな。あとは大した武将はいないかな。森長吉ぐらいですね。で、信雄はここにいます。中央の騎馬隊は、ちょっと待ってね。間に合うかな、この陣外。さて、森永吉の突撃が来るね。向きは正面、マジか。やってくれる。やられたー。ぐはー。鉄砲隊が長吉の前に粉砕されてしまった。マジかー。間に合わなかったな。右翼と左翼ちょっとそれぞれ分断して戦いましょう。ちょっと陣外が間に合わなかったですね。
ちょっとここは一旦先鋒を打ちまくって蹴りをつけに行きましょう。追撃戦に入ります。いやー、鉄砲隊が完全に壊滅したのは痛いな。回復しないと一旦ね。小山城か。しょうがない。秀長軍を急いで、北陸方面に出すしかないね。一旦、大正寺に入れよう。美山城ですね。ごめんなさい。美山城。美山城は入れるかな？いや、ちょっと待ってね。美山城。なんとも言えないな。いや、大正寺で一旦待ち構えるしかないかな。敵はどれくらいまで膨れるかですよね。で、いやで、成政軍6000、まあ間に合えば美山城の救援に向かいましょう。で、お金が全然ないんで、できれば年家とね、吉見を通じておきたかったんですが、ちょっと厳しいかな。家康隊か。これが明智城で決戦になりますね。岩村城は落とされるね。このまま行くと。まあ、ほぼノーダメージでこの回戦を終えたいですね。まあ、ちょっと士気が減ってる。包囲した時間がちょっと長かったかな。この辺りはさすがよと。イエス。そして迂闊にも騎馬隊がいない。いや、1体だけいる。この騎馬隊誰？正則か。頼りになる。で、敵は大久保隊、あとは堀田隊だね。正純の方だよね。だから軍事は全然ですね。こっちも正信だね。忠勝がいるとそれだけでちょっと脅威ですけど、まあ問題ないでしょう。
ちょっと左翼が危ないね。ちょっと孫市の鉄砲台が危ない。カズマスも危ないので下げたい。間に合わなそうだな。孫市が撤退だね。いや、間に合った。先に敵を壊滅できた。これはでかい。あとは敵できるだけ削りたいよね。いや、孫市がもう改装するとこでしたけど、なんとか間に合いました。よし、上野城通したね。上野城通したら徴兵して、すぐに一つ先の城へと向かいます。金がないから徴兵ができない。となれば、まあちょっと兵の数500ほど減ってますが、先にここ長野城へ出陣しましょう。で、力攻めに変えて敵の増援が来る前に決着をつけたいけど、ちょっと厳しいか。間に合わないね。一旦引こう。このままだとちょっと勝ち目がないので、一旦岐阜に退きます。郡上八幡が包囲か。いやー、どこもかしくも、なかなかきっついね。では、秀長軍は連戦ですが、美山城のさっさ隊の撃退に向かいましょう。大久保対千が攻めてきていると、これ46。間に合わないね。ただ、つねちゃんが郡上八幡、救援に向かってくれてるので、これでなんとかしてもらいましょう。よし、火薬改良完了。これはでかい。金がもうすぐ入ってきますね。OK だ。ちょっと少ないけど入ってきてくれたな。徴兵をまず最優先でやりましょう。で、長野城だね。いやー、金がほんときつくなってきてるね。合戦が続いている分。で、あとは金がある今のうちに神前。欲しい絵と同盟を結んでおきたい。で、他危ないところあれば大丈夫かな。有効度見るとまあみんな90以上あるので大丈夫でしょう。
なんか活発に城が動いてるで、城というか兵が動いてるで、味方の方を。では、秀吉も出陣していきます。今度こそ、明智城を落とす。で、秀長軍も出陣しよう。長政がちょっとまだ回復完全にしきってないかなっていうところかな。あとは、中野城。ここは城を横取りする。越中森山城に秀長軍を出陣。宇都宮から金5000。これはありがたいね。金が0円だったんで。さあ、明智城で信雄軍と決戦ですね。違う、家康軍だ。石川数正。ちょっと数正が出てきてるとなると配下の武将もレベルが高い可能性があるな。うわ、しかもまたこれか。ちょっと減ってるパターンね。まあちょっと早い段階で一度鼓舞を使わざるを得ないかな。半蔵がいるぐらいかな。鉄砲隊もいないし、なんとかなる。頑張れば鼓舞を60秒つまり1分後に使える状態になるので、そこまで持ちこたえればという感じかな。まだ鼓舞使えないか。さてと、ちょっと数正も陣替えをしましょう。半蔵の抜刀突撃は秀吉の槍ぶすま正面で受け止める。鼓舞まであと4秒。よし、コブを使って一気に畳みかけよう。
さすが家康軍、なかなか敗走はしないですね。もうここまで傾けば敗走してもおかしくないけど、ここでまた気合い入れてくるもんね。いやー、もう前の方はぐっちゃぐちゃだな。よし、これで一旦家康軍も身動きは取れないでしょう。無常八幡がまた多いか。堀直政は豊塩、秀政のいとこだからね。ガハ、寝言は寝て言えと言われた。細野隊、斬首。久喜義孝は豊塩、寝言は寝て言えか。え、秀勝だよな。秀吉の養子だから、まあこれも豊塩してやろう。ガハ。わけべ、斬首。長谷川、斬首。信金、斬首。長松、斬首。郡上八幡が落とされた。家康軍一万。これに備える必要あるな。ちょっと早々に力攻めに変えて、終わらせよう、この戦いを。信繁、信金の子、斬首。ここで小牧長久手の戦いが一旦終結しそうですね。さてと、その前に城一つでも二つでも取りたい。ここまでかな。でも、ここはじゃあ史実通り一旦和睦しちゃいましょう。で、その間に成政、これを攻略しよう。というわけで、成政の方に兵を集中させる。で、同じく青木隊、これも成政の方に兵を集中させていきます。で、お金があるうちに東北の方ですね、建設します。市場も建てておきますと。であとは小造城をどうする。一旦浮田に預けといて、あとあと召し上げればいい。今はそのままにしましょう。
OK だ。これで、完全に一旦、家康との停戦もなりましたね。というわけで時間もじゃあ2時間になりましたので、今回はこれまでにさせていただいて、次回は成政攻略戦やっていきたいと思います。3つ。まあ今攻めてる城合わせて4つですね。越中森山城。さらに富山城。で、松倉城に池田城。この4つを取っていきたいというふうに思います。しかも金山持ってる。松倉城。なぜ金山を建てないんでしょうね。というわけで、じゃあ今回はね、ここまでにさせていただきたいと思います。はい。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で、動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方、ぜひツイッターの方もフォローしていただければ、嬉しいな、というふうに思います。